こたえるです。皆さんこんにちは。今日はスペシャルゲストが来ました、いとこさんです。こんにちは。今日はありがとうございます。呼びいただいて、一緒に見たことある方いると思いますが、ちょっとまだ知らない方を自己紹介をしていいですか。はい、私はイラン、ペルシャ出身のコスプレイヤー、いたこです。わーい。そう、二人とも実は外国人ですよ。外国人見えねえなよ。私はね、いたこさんはずっとハーフと思ってたんですよ。ピュアなんだよね。そう、ピュア。おお、でも完全に日本人ですね。すごい。で、お互い何が、一緒っていうか似てるものは、まあ、コスプレと外国人でコスプレしてることと、あと、何ですか。私は負けなんですけど、こっちはすごいよ。じゃバー、本当なんか漫画に出てるようなバーってすっごいスタイルを持ってて、あ、立った方がいい。いいと思う。まだ今ね、 T シャツだから見えないけど、はい、ちょっと下げます。でもすごい、めっちゃ、ちょっと一つのことしてもいいですか。はい、やっぱり胸最高。で、今日は実は胸の話じゃなくて、もうチャレンジをやりたくて、もう好きなチャレンジを選びたいと思います。食べる早い？食べるは巨乳だからね。ダイエットは早いで食べる。早い。確かに、私もすごく早いから、今日はダイエットをサボるのために、ポテトチャレンジを選んだんです。マクドナルドポテト。いい匂い、焼きたて、うん、お、すごいな。はい。ということで、もう食べちゃう。いや、そう、食べちゃう。誰が一番早いというのチャレンジをやりたいと思います。スタートしましょう。確かに、おっぱい女の子の方が、あの、ジャンクフードおっぱい大きくなるって本当？一時期なかった？ジャンクフード、あった、イタリアにもあった。うん。なんかハンバーガーとかジャンクフードはホルモンが、ああ、でも成長ホルモンのやつで。でもさ、太るんじゃない？めっちゃ太るよ。ここも太るんだけど、ここも太るよね。全体的に太る。全体的に太るよね。はい。レディーゴー。うん。おいしい、うん、おいしい、あったかくておいしい、うん、やっ、早っ、うん、絶対なんか痛くなるな、あと、うん、なんか閉まっちゃうね、うん、なんか塩のことか、うん、私はいつも日本のハッピーミールを頼みたい。何それ？ハッピーミール、子供のよう。なんでって言うと、アニメとか子供のちゃうから。スマイルセット？あ、そうそう、うん、もうすぐ終わり、決め、あれ、これ見て、うん、毎回言われてるから、うん、この動画を見たらマジで殺されるね。なんかそのパーソナルトレーナーに送ったりしてるの。うん、あの、うん、待て、水持ってくあれ？今半分なくなったでしょ？今そっちの方に取った。
よりもすごかった。はい、ちょっと待って、いや、ん、そっちでしょ、あんたは。え、これ終わって、いつままに終わった、うん、いや、そんなことないでしょ、私の方がめっちゃ食べてるから、うん、こっちの方がハッチだよ、うんうんうん、いや、そんなことない。え、おい、やめてよ、うん、チチも食べて、いや、チチ、え、うん、これじゃな、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 ダメだよ、ダメだよ。あ、まあまあ、こっちの方が勝ってるかな。え、でもさ、実際取ったらそんな問題だったの？あ、どういうこと？あの、大きかった？あのね、日本でいう16歳、17歳って高校生。ああ、うん、一緒。高校生の時に、なんか身長急成長して痛いって言うじゃん、骨が、うん。あ、そうそうそう。それが胸に起きた。ええー、うん。すごいな。で、そこに止まった、身長も。身長も止まった。止まった。身長わかる。もう来た。うん。一緒来た。うん。やだ。引き分けですか？ということで、はい、ポテト食べて、ダイエットの話もしてて。はい。この後ポテト2人で消化しに行きます。ポテトの分消化します。やばい、ちょっと、え、皆さん家にやらないでよ。マジでお腹めっちゃ痛い、わ、うん、かる、あの胸の下にさ、めっちゃ痛いでしょ、うん、ここ痛い、痛い、ここなんか食べて、あのね、あの、食べるとブラジャーがだんだんやめてって。わかるでしょ、ブラジャーがわかる、だんだんやめてくださいって。わかる、さあ、ノーブラは無理だよ、日本ノーブラうるさいね、うるさいか、うん、あ、でも夏はたまにやっぱりブラジャーするとエロくなるじゃん、キャミソール、あ、そうそう、キャミソールだからノーブラの方がエロくないからニップレスすることある。あー、うん、なるほどね、そうそう、なんかブラジャーすると漏れちゃうから、あー、うん、キャミソールは、あ、でもあるかも、うん、あ、どこだったっけ、結構ボロボロの T シャツを着て、うん、で、確かにブラを見るのは嫌だったから、ノーブラ、うん、ちょっとこう言っちゃうから余計ね、余計ね、ノーブラの方がすごく、あの、うん、難しいんだよ、難しい、牛乳がでかいのは本当大変、あとね、ブラジャーがいい加減にしてて言ってくるの多分すぎると、そう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 、そう、でも私は今の動画全然いいし、それをするときにやっぱりあの、うん、胸が大きいの、キャラクターだとやっぱり胸がすごく、うん、あの気にするし、ちゃんと形いい形に見えるようにしてるんだけど、うん、普段は私はめっちゃ大きい格好してるじゃん。私は結構好き、最近やっぱり大きい格好が流行ってるというか、可愛い、可愛い、まあ、初対面であんま言ってほしくないよね。あ、わかる、めっちゃわかる、めっちゃわかる、うん、ということで今日は女子トークも少しをやってて面白かった。下ネタになるしかないんだ、でも最初的に。え、下ネタ好き？下ネタ好き、うんうん、今度ピロスキーズの下ネタ好き、あのね、ま、あの、めんどくさい人間なの、あの、男性が下ネタずっと言うとすごい嫌だけど自分からは言いたい。え、そうなの？男性が自分で言うと、男性からスタートするとな、む、あ、作ってなるけど、自分から好き、そうそう、女の子だね、うんうん、私はないかな、こっちから、はい、あ、人によるね、結構全然知らない人が、うん、キュニがめっちゃ下ネタね、いや、目がマリモクリみたいな人が下ネタするとめっちゃってな感じするんだけど、友達と同士だったら何回も、あれ、エリナちゃん、あの、マネージャーさんも言われたんだけど、うん、ユリコちゃん男ですよね、みたいな、ブルスキーズみたいな人が、ね、方が、あの、いきなり言っても全然平気なの、全然平気なの、なんか人によるね、やっぱり、そうそう、うん、めっちゃわかる、そう、はい、ということでということで、今日は、今日のポテト対決は失敗、私が 2.5 箱とゆり子タイガーちゃんが 1.5 箱で、私たち、いやいや、ないやない、私勝ちだよ、あ、あの、こっちは絶対あなたも勝ちだと思うけど、え、何カップ、これ K カップ、はい、ということで、今日は女子トークもして、
ごちそうさまでした。ありがとうございました。え、いたこがもう YouTube も始まるよね。うん、 YouTube チャンネル始める。ぜひ面白いやつにしたい。はい、ぜひ皆さん登録してください。じゃあまたいたこちゃんのチャンネルにも動画ありますので、ぜひチェックしてみてください。ありがとうございました。ありがとうございます。